ちいちゃんのキャリーバッグが買えるんで、だから海外行くときは大きいキャリーバッグですよ、はい、あれキーパーしてた。誰がキャリーバッグを持っていくんですか？双子ちゃんのどっちかやね、どっちかったよ。4日前の神戸は真夏日の暑さ、服装にも違和感があったそうです。後日、母からこんな相談をされたそうです。
休みがちになりました。4月20日に久々に登園したナオくんなんですが、その時に保育士がお尻とそして右肩に小さなあざを発見しました。このことから保育園は区に通報をしています。で、区役所はですね、このナオくんの母親と祖母と面会をしまして、その時に母である咲容疑者は育てにくいところがある、一時保護してほしいと訴えたということなんです。ここで区はすぐに動き始めまして、その翌日の5月2日子ども家庭センターが一時保護に動き出すんですけれども、ナオくん本人が行きたくないと言っているということで、ここでは保留になったということなんです。東関東取締ポイント注意してください。区役所と子ども家庭センターが何度も何度も連絡を取ったんですが、ナオくん本人は会えず、祖母が家族にしてください、一時保護は不要ですと言ったということなんです。で、この頃からこの祖母はですね、監禁されたりですとか暴行を受けていたと見られています。はい、4人の自宅近くから中継でお伝えします。佐々木海アナウンサーです。佐々木さん、周辺の取材から分かってきたことあればお願いします。カメラは正面です。通過速度は60キロ以下です。はい、この場所で暮らしていた家族に一体何があったというところなんですが、近隣の方にお話を伺いますと、去年の夏頃から変化を感じていたということです。ではどんな変化があったかといいますと、まず出かける時の様子です。4人兄弟のみでほぼ毎日出かけるようになったということです。そこに6歳の奈緒くんや奈緒くんのおばあちゃんの姿はなかったということです。4人はゲームセンターなどに遊びに行っていたということです。また奈緒くんの母親である佐紀容疑者の子育てについても変化がありました。それまでは時々叱る様子もあってよく面倒を見ていたという印象を持っていたそうなんですけれども、今年に入ってからはそういった様子もなくなったということを話していました。そして近隣の方々が異変を感じ始めたのは今から1ヶ月ほど前のことでした。あちらのアパートからですね、奈緒くんが窓からですね、出られないの、お父さんもいないの、誰もいないのと一生懸命に伝えていたそうなんです。今考えれば不可解な点がたくさんあると近隣の方も話しています。その6歳の保坂奈緒くんの司法解剖の結果ですけれども、この後出る予定です。はい、児童相談所を介入していたということも分かった先ほどの説明ですが、渡辺さん、兄弟4人の逮捕容疑は祖母への監禁と傷害と、で6歳の奈緒くんの死亡についてはまだ関連が分からないという状況です。死体遺棄容疑というのも当然視野に入ってくるんですよね。ただ現段階ではまだ